どうも、クーニンです。本日の曲は商品レビュー企画。クーニンが新たに野球ギアを購入して、これを試合で実際に試してみました。その結果をですね、レビューとしてまとめて1本の動画にしたいと思います。じゃあまず早速ですね、クーニンが買った商品をね、紹介しましょう。今回買ったのがこちらです。ニューバランスの大谷選手スパイク、大谷 V1 メタル WB1。 こちらは世界トップレベルのプレイヤー大谷選手の要望を取り込み具現化したプロモデルのスパイクとなります。野球の動きに重要な重心移動をスムーズに行い、足裏全体で地面を感じるレスドロップ構造に、投打二刀流の動きをサポートしつつ耐久性を兼ね備えたクッション性と反発性の高い高次元のスパイクということで売り出されました。そのお値段なんと3万円です。このスパイクを知ったきっかけは、クーニン、インスタで藤井寺スポーツさんという大阪のスポーツショップをフォローしてるんですけども、まあ、そちらの方で販売開始になったと、でインスタのストーリー流れた瞬間にですね、ポチリ購入しました。まあ、なんでね、僕ネットで購入したんで、まあ、試着もせずに買ったわけですけど、昔ね、ニューバランスのスパイク履いてたんですよ。でその時ね、27.5cm でちょうど履けたので、僕は今回も、まあ、ナイキのようにね、ワンサイズ小さいなんてこともないですから、まあ、安心していつも履いてる 27.5cm を購入したと。でこれ今回特徴的なのがね、まず刃、ちょっとね、もう一回使っちゃったんですけども、10本刃です。でね、後ろにね、3本っていうのが多いんですけども、かかとにね、4本、前が6本ということでね、ちょっとね、これ特殊じゃないですかね。裏面っていうのもかなりね、フラットになってますから、これがね、大谷選手の要望をすべて取り込んだスパイクということで、この形状の方がピッチャーとしても、バッターとしても、パフォーマンスが出るっていうことなんだと思うんですけど、まあ、ミドルカットですね。でね、僕このスパイクも届いた瞬間に開けて開封して、これを中から取り出しました。まずその時の第一印象、重い。まずね、これ 片方だけね、こうバッて取り出したんですね。でもうムムってなって、重いこれって。まあ、クーニーが普段あんまり履かないね、ミドルカットっていうのもあると思うんですよ。普段ね、僕やっぱローカットのね、薄いやつ履いてるんで、まあ、足首はね、とにかくめちゃめちゃサポートされますよ。サポートされるんだけど、やっぱちょっと重さが気になるなって思って、測ってみたんですね。そしたら、450g を超えてたんですよ。これってね、かなり重たい部類です。クーニーがですね、普段、私服で、プライベートで履いてるナイキのスニーカーでダンクっていうのがあるんですけども、そのダンクシリーズの重さがだいたい 400g なんですよ。あれの足裏をちょっとくり抜いて、スパイクの刃をひっつけたものがあるんですけど、それでだいたい 450g なんですね。まあ、重たいんですよ。それとね、同じ重さってなったらね、かなりね、重たいんですね。で、僕が普段履いてるのって、アシックスのネオリバイブ。これが本当に僕ね、これまで履いた中で一番ね、いいスパイクと思ってます。まあ、2試合戦っても、かかとに疲れが来ないっていうね、そのクッション性の高さと、足への負担がかからない。まあ、本当にね、アシックスの僕の中では最高傑作なんですけど、あれが測ったら 270g ぐらいなんですね。そうなると、約 200g これが重いわけなんですよ。で、まあ、ちょっとミドルカットなんで、ローカットで、ダンクのローカットで 450g あるのよりは、軽くは感じるんですよ、全体的に。まあ、あとは今回ね、これ、足の幅が、通常のものとワイドタイプあって、まあ、僕は足がね、一人もね、ワイドなんで、2E っていうね、ワイドタイプのものを買ってるんですけど、これを実際に履いて、試合に臨みました。まずはその様子、ご覧ください。スパイクっぽくないね。うん、スニーカーって感じ。スニーカーっぽいね。足首めっちゃホールドされる感じ。色めっちゃいいですね。うわ。思ったよりも重くないかもしれない。足元憧れてる感出てるし、しまってるね。
で履いた感じはクッション性がとにかく強いんですよ。だから足への負担はね、あ、これなさそうだなと思って、かつ普段はロックされない足首ってところまでこのシューズがかかってくるんで、足首ロックされるのもいいなと思ったんですよ。で、その打席でヒットを打ちます。ちょっとね、横からの映像だけで申し訳ないんですけども、まあスパイクちょっとアップしたかったんで横からだけの映像にしたんですけど、だから第1打席目でヒットを打ちました。で、その後1塁ランナーで出たクーニーは続くバッターエンドラン仕掛けてライトにヒットでエンドラン成功。クーニーは1塁から3塁に回りました。で、内野ゴロで帰ってきますと。で、まあそんな感じでダイヤモンドを一周してきましたと。で、帰ってきたクーニー、このスパイク脱ぎました。いやー疲れたよ。ね、もう本当ね、これは正直言わせてください。もうね、僕のこの足で言うとこの土踏まずのあたりかな、土踏まずのあたりがもうとにかくもう疲れて疲れて、なんですかね、ちょっと釣りそうまではいかないんですけど、まあしんどいんですよ。ネオリバイブでは感じたことのない疲労感だったんですよ。なんですかね、なんかまあ僕にもしかしたらね、僕の足の形に合わないだけ説はあるものの、その後履き替えたネオリバイブでは、まあ、そういう同様の現象は出なかったんで、まあちょっとね、本当にね、正直レビューさせてもらうと今後は履けないかなっていう感じです。いや、めちゃめちゃかっこいいよ。もう特にこのね、ウレタンのこの感じね、むちゃくちゃかっこいい。いやー、本当にもう大谷選手のことはもう大好きですよ。毎試合毎試合打席の映像も見てますしね、成績もチェックして、やっぱ打ってたら嬉しいしっていう。で、やっぱこのスパイク自体もめっちゃかっこいいんですよ。遠目で見てもかっこいいし、もうなんなら飾っとこうかなっていうかかっこいいんですけど、じゃこれを履いて請求2試合プレイできますかって言われた時に、正直な感想、できない。なぜなら初回のあのベースランニング一周でここまで土踏まず突き上げられるのかっていう、ここまで疲れてしまうのか足はっていう感想だったん で、僕それ DH なんですよ。守備もついてないんですね。多分守備ついたらもうとんでもないことになってんじゃないかなっていう、そんな感じだったんだよね。いや、だからほんとね、まあクーニンの感想、あくまでクーニンの感想ですけど、僕はネオリバイブで行くと思います。ネオリバイブね、最近しかもね、色付きのね、白ベースにブルーのラインとかが入ったネオリバイブはもう全国的にね完売してしまって手に入んないんですよ。で、今はね、もう手に入るのは真っ白だけとか。だからそんな中ね、この大谷選手とドンピシャのね、ブルーの入ったね、ちょっとクーリンズカラーに近いね、このデザインのね、スパイクっていうのはめちゃくちゃドストライクなんだけど、まあ今後履くことはないかなっていう感じです。いや、ほんとね、3万円もしたんでね、3万円を1イニングでやめるってどうなんかなと思うんですけど、ちなみに履き直した後の第2打席目、ネオリバイブでもヒットを放ちまして、それがスリーベースになったんですけども、まあ、ベースランニング サードまでね、行ってスライディングしました。で、さらにですね、また内野ゴロの間に戻ってきました。なんで、まあ、同じね、ダイヤモンドを一周する、まあ、同じぐらいのね、運動量と時間入ったんですけど、やっぱりシックスはね、そんな、なんですかね、突き上げみたいなものは来ず、土踏まずも疲れず、一試合丸々通して履いておりました。めっちゃかっこいいんだけどね。でも履くならネオリバイブ履くかな。3万円でしょ。ネオリバイブだったら3足ぐらい買いますからね。まあそういった意味でもネオリバイブかなと思います。何かしら参考になればというふうに思います。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。